いやはや、最近いつもやっている FPS がアップデートされて追加された新モードでずっと遊んでいる霊夢ちゃんだよ。それに朝まで付き合わされているマリサだぜ。さて今回は夏休みということで、かの有名な二人遊びというマインクラフトのホラー系ワールドで遊びたいと思うよ。マイクラでホラー、いまいちピンとこないな。それって本当にホラーなのか？どうなんでしょうね。私もほぼ初見プレイだから詳しいことはわからないわ。それなりに怖いと聞いたことはあるけど。でもまあ、百聞は一見にしかず、とりあえずやってみるってのが筋でしょ。はぁ、夏休みだってのにゲームか。おいバカやめろ。それ以上言うんじゃない。じゃまあ、とりあえず目の前のチェストでも開けるか。そうね。とりあえず開けられるものは全部開けていきましょう。お、本が入ってるな。ほうほう、プロローグですか。じゃま、とりあえず読んでみようぜ。久しぶりに帰ってきた。両親が亡くなり祖父母に預けられた私は、この家から十数年ほど来ることがなかった。両親は、祖父母から嫌われ縁を切られていたそうだ。なんかあれだな。結構訳ありなんだな主人公って。主人公なんだからそれくらいの訳ありぐらいなくちゃダメでしょ。さて次のページ、私がここに来た理由は、祖父母も亡くなり、両親がどういう人だったか知るためである。幼い頃にこの家を離れたため記憶もほとんど残ってはいない。自分の過去を知るためにもこの家を見て回ってみよう、だそうです。とりあえず家の中探検しろやと言いたいわけか。わかりました、オーケーオーケー。てか今更なんだけど、この家結構大きいわよね。一部屋が大きいのか。それとも一般家庭には常識的に考えて存在しない部屋があるのか。まあ自然に考えると前者なんだけど、中庭がある限り絶対後者なのよね。じゃまとりあえず中に入ってみますか。そうね。中庭があるとか、主人公ってそれなりのお金持ちなんじゃ。主人公っていうよりかは祖父母だよな。まあそう考えるのが普通か。さてさて、とりあえず片っ端からチェストを開いていこう。まだ何の手がかりっていうかきっかけがないもんね。マップとかないしとりあえず建物内部の構造を見ていくことにしよう。これは立派な2階建てですな。私もこんな家に住んでみたいわよ。さて、とりあえず左から回っていきましょうか。まだ昼間なのに地味に暗いよな。醸し出されるホラー感ね。言うてそこまで怖くないけどな。さてさて、ここは応接間ね。どう考えても庶民の家庭にはなかなかないものですな。主人公の祖父母が一体何の仕事をしているのか気になるものですな。それもなんだが、私はとりあえず応接間になぜインちゃんとテーブルがあるのかが気になるものだわ。こういう意味のなさそうなものでも、実は何か不思議なギミックが組み込まれているんじゃないかって気になるわよね。何もきっかけがないからとりあえず右クリック連打だな。そう、何もなかったか。あ、とりあえず何か見つかるまでこのワールドの説明でもしておきましょうか。そうだな。今回はマインクラフト 1.8 でプレイしています。難易度はハードでゲームモードはアドベンチャーモード。ホラー系の脱出ワールドです。クリア時間は40分くらいらしいですが私は多分1時間かかってもクリアできる気がしません。さてさて、お次は実験室ね。つくづく庶民とはかけ離れた部屋がありますな。そしてとりあえず右クリック。何にもないんだよな。何かイベントが起きるまでに倍速で行きますか。やはり何もやり方がないと進まないわよね。このままだと、二人遊びネタバレ、と検索しかねないな。手が勝手に Google へと向かっていく。どうした、気でも狂ったか。いや、なんか叫んでいれば自然とギミックが発動するんじゃないかと思って。その考えにたどり着いた過程を私はすごく知りたいのだが、この木のボタンはただの飾りなのね。あれだろ、よく木造建築である木の溝と出っ張りを組み込むみたいな感じのあれだろ。とっても曖昧な表現ですね。ああ、チェストがどんどん開かれていく。そう、何も入ってないじゃないか。ああ、さすが倉庫室、ぎっしりとチェストの山だぜ。ちょっと多すぎるよ。結局何もなかった。さて、ここはキッチンですな。なんかないかな。ボタンを押しても意味がない。何も起きないんだよな。うわあ、どうした霊夢。いや、トラップドアが開く音にびっくりしただけ。ホラーワールドと聞いて少し神経が敏感になってるんだな。とりあえず持ちつけ。結局何もなかった。こう何もないとどっかで見落としでもあるんじゃないかと疑いたくなってくるな。さてここは書斎ね。本棚でぎっしりだな。こういうエンチャントテーブルの置き方はダメなのよね。私、学んだわ。やっぱり何もなかった。この動画を二人遊びを攻略済みの人が見たらなんて思うだろうね。とりあえずイライラしてるんだろうな。そこじゃねえよここだよ、とか思ってそうなのよね。はぁ、ワイン倉庫か。チェストがまた多い。単純作業すぎて私眠ってしまいそうだわ。しっかりしろ。はぁ、何もなかったわ。ここは何でしょうね。多分脱衣所とお風呂場だろ。お、これは何かありそうですな。どうだろうな。いや、だってさ、青にでも仕掛けがあったでしょ。ドアを連打しとけば中に入れるみたいなやつが。まあそれゲームオーバーまっしぐらなんだけどな。お、これは、ボタンですな。押したら何か起きるか。すまん、何も起きんかったわ。でもなんかこのボタン意味深だな。ストーリーのどこかで使うのかもしれないな。さてさて、お次は寝室ですな。随分とクッション性に優れたベッドじゃないか。1メートルの高さもあるベッド。
なんかふかふかそうね。毎回恒例、チェストオープンタイム。こういう見えづらいところに置いてあるチェストこそ何かあると思ったんだけどな。こういうのが人間の感性をついてるんだよな。お、とりあえず1回は全部回ったわね。お次はとうとう2回ですな。そろそろ何か来てくれてもいいんだぜ。おお、なんてオープンな2階なんだ。これはちゃんと雨風しのげるのか心配だな。こういうところにはちゃんとバリアが張ってあるのね。お、ここは研究室か。一体何の研究をしてるんでしょうね。ゾンビーフの画期的有効活用法の研究でもしてくれないだろうか。とりあえずゾンビーフに含まれる空腹成分を取り除いてほしいものですな。せやな。さて、お次は談話室ね。部屋のサイズに似合わない暖炉が居座ってますな。そう。さっきからチェストすらねえぞい。1階に何もなかったわけだし、2階にはさすがに何かあるだろ。なくちゃ困るわよ。さて、ここは子供部屋か。やっとチェストがあった。なんだそのチェストに飢えてるような発言は。どこか開いたらトラップが発動して別の部屋に飛ばされるとかないものだろうか。さて、お次は何の部屋かな。お、なんだろこれ。とりあえず中に入ってみるか。これは日照センサーかしら。とりあえず暗いわね。お、なんかはしごが見えるぞ。じゃまあとりあえず登ってみますか。建物の構造的にこの上は屋根か。ということは屋根裏部屋だな。屋根裏部屋とかワクワクするわね。やっぱ暗いな。すごく松明では潰ししたいわ。まあその必要はないんだけどな。とりあえず何かないか探すか。こんな仕切りもない部屋に何も隠してないだろさすがに。いやー、わからないよ。こういう場所にこそ何か隠してあったりするものなんだよ。そういうものなんだろうか。今はそういうものであってほしいけどね。そういうものだったわ。私はあえてこっちを選ぶ。いや普通にチェスト開けろよ。違う。あれは罠なんだ。絶対罠なんだよ。あれを開ければ私はとんでもない世界に連れて行かされてしまう。行きたくない。行きたくないけど体が勝手にいい。本当にそういうものだったな。だから言ったんだよ。これは罠だって。罠じゃなくてバッチリ正解コースだよ。はぁ、とうとう私たちは立ち入ってはいけない世界へ来てしまったのね。さて、とりあえず。私たちはここから脱出をしないといけない。いざ本番となると結構怖いわね。雷の音でさえ怖いな。もう雰囲気を出しすぎなのよ。心臓に悪いわ。さてここからはゆっくりやっていこう。こういう緊急事態の時にこそ冷静な判断が必要となってくるものね。やっぱ玄関のドアは開かないよな。そりゃそうでしょうね。とりあえず何か明かりが欲しいわね。ただでさえ暗いのに夜になるとさらに暗いわ。どうやらこのワールドには懐中電灯というアイテムが存在するらしいから、とりあえず懐中電灯を探そう。多分この動画を見てる人は編集でそれなりに見えやすくなってると思うわよ。って、これは、まさしく血だな。なんだ。この家に昔殺人鬼が入り込みこの家の住人を次々と、とかいう事件でもあったのか？と、とりあえず先に進みまお前、雷の音にビビりすぎだ。いやさ、何も見えない状態で突然大きな音がしたら誰でも驚くでしょ。リアルに夜だししかもイヤホンで音を聞いてるからすごく近くで音が聞こえるのよ。あ、懐中電灯見っけ。スルーとかひどくね。どうやらこの懐中電灯を使うと明るくなる代わりにその場所から動くことができないらしいわね。これは気をつけて使わないといけないな。よし。じゃ進みましょう。にしても歩くスピードゆっくりだなーって雲の視界。いやまあ普通の状態でも遅いんだけどね。多分特殊効果が付加されてるんじゃないかな。あと、ぶっちゃけ暗くても多少見えるはずなのに全然見えないんだよな。多分これも特殊効果のせいなんだろうな。開かない部屋があるのか。てか懐中電灯ってどうやって使うんだろ。マウスをしても何も起きないんだけど、なんでだろうなー。まあなくてもなんとかなるだろ。どこの部屋も開かないなー。鍵でもかかってるのかしら。なんか今スケルトンの音がしたぞ。私武器とか何も手に入れてないんだけど、そもそもこのワールドに武器って存在するのか。そう。マイクラなのに地味に怖いぞ。私たちホラー系のものに耐性がないもんな。ホラーゲームというものをしてきた記憶が一切ないからな。せいぜいフリーゲームの青鬼くらいだもんな。今手元に据え置きゲーム機がないからな。最新のホラーゲームを体験したいものだね。さてさて。全く仕掛けがないな。ぶっちゃけこのままだとさっきと絵面がほとんど変わらないぞ。なんか今声が聞こえた気がする。声だけ聞こえてもな。何かアクション起こしてくれないかな。ほらまた。なんでネザーじゃないのに豆腐の声が聞こえるんだ。そんなに冷静でいられるとビビってる私がバカみたいじゃない。さて、ちょっと懐中電灯のバグを直させてもらうぞ。なぜいきなり突然来たー。てか超逃げろ逃げろ。痛い、攻撃しないでー。くそー。攻撃できないモブかよ。もうなんでついてくるのよー。もう精神的に疲れてきた。諦めんなよ。自動回復してくれるからありがたいけど結構攻撃が痛いわね。一発で結構減ったわよ。よしこれで懐中電灯バグは治ったはずだ。バッチリ使えるわよ。なんだ。アイテム選択するだけで使えるのね。だからこそ注意が必要だな。さっきのモブが懐中電灯を使っ
いやちょい、何よ、おま、何しれっとリスポーンしてるんだよ、だって死んだんだもん。いや死んだんだったら少しくらいリアクションをだな。いやまあ死ぬくらいなら普段のマイクラで慣れてるんで。敵が見えてなかったら大丈夫です。はい、急にサバサバし始めたな。てかなんかちょくちょくお豆腐の声が聞こえるのが嫌ね。姿が見えないのに声だけってのがな。これまた手詰まりですな。何をどうすればことが進むのかがわからない。キッチンとかってなんか刃物系のものが置いてたりしそうなんだけどな。とりあえず探索するしかないわよねー。ふう、なんだ。こう、ずっと喋ってると紛らわすためのネタが尽きてくるな。やっぱ耐性がないと何かで紛らわさないとやってられないわよね。てかさ、これ、明るくするっていうか、ただ一時的に特殊効果解いてるだけだよな。この特殊効果が解かれてかつその場で固定される呪いが解かれ再び特殊効果が付加されるまでの数秒を狙ってダッシュで逃げるっていう方法を思いついたのだが、すまん、言ってたことの9割を聞き逃したわ。要約すると特殊効果が再び付加されるまでの数秒に生じる健康状態の時にダッシュで逃げるっていう方法を思いついたのよ。ああ、まあ、なんとなく理解した。でもぶっちゃけあのモブってダッシュで逃げなくても普通に逃げ切れる気がするんだよな。でも私死んだわよ。いやまあそれは逃げずにその場で棒立ちしてたからな。当たり前や。それは原因だけどとどめは全回復してない時に攻撃されたやつなんだよね。まあそれはどんまいだ。ねえ、マリサ。どうした、霊夢。私の目がおかしいのかな。大丈夫だと思うぞ。お風呂場の水が、とっても綺麗な赤色に染まっている気がするのですが。奇遇だな。私も同じなんだ。何？こういうのってボタンを押せば勝手に水が引くとかじゃないの？多分あれだろ。ディスペンサーの中にバケツが入ってないんだろ。とりあえずここはなんか怪しいな。チェックしておこう。やっぱ2階なのかな。でもまあ、全部の部屋を回ってから2階に上がりましょう。と言っても多分これで最後だろ。あ、ほんとだ。知らぬ間に一周してたのね。じゃまあとりあえず、1階にはこれといって重要な手がかりというかきっかけがなかったから2階に上がりましょうか。